エルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、日本人キャラリンちゃんこと、スピリットを解説していくよ。ゆっくりしていってね。今回紹介するスピリットですが、初めての日本出身のキラーです。名前は、山岡、凛、で高松大学出身。実際にある学校だが、学科は存在しない。実は、紹介 PV が出た時は、男性が女性を着るシーンだったため、男性のキラーと勘違いされていたんだよね。そりゃあ、見たら誰でもそう思うわって感じだったよ。それじゃあ、背景を一部見ていこう。凛は山岡屋の一人娘だった。彼女が育ったのは、香川県にある昔ながらの寂れた家屋。凛は大学に通いながらバイトをしていた。しかし母親が病気になったこともあり、家計に負担が重なったのだ。バイトに励んではいたが負担は減らなかった。日々増えていく借金に凛の父親は、勤務時間を倍にして働き始め、昇進を目指した。その末、疲れ果てた彼は、今の状況を説明し、ボーナス、前払い、休みなど、あらゆるものを請うてみた。しかし、それは裏目と出てしまい、製造の欠陥を作った原因として、責任を負なされることになった。その晩、凛は仕事を終えて帰宅した。いつもレストランに遅くまで残って客の相手をしていたのだ。自転車を倉庫に止めていると、屋内から母親の悲鳴が聞こえてきた。凛は家に駆け込み、階段を登って両親の部屋に向かった。床には、母親が倒れていた。その時、凛に向かって鋭い刀が振り下ろされた。険しい表情で刀を手にしているのは他の誰でもない、父親だった。彼を止めようと思った凛は大声で叫んだが、父親は再び彼女の腕を切りつけた。凛が階段の方に張っていこうとすると、父親は彼女の髪をつかみ、彼女の頭を障子に突っ込んだ。その衝撃でガラスも割れ、彼女は障子を突き抜けて1階まで落ちてしまった。上の階から聞こえてくる足音。凛は必死に動き、割れたガラスだらけの床を張っていった。ガラスの破片が体に食い込み、肉を裂く。父親を止めなければ。そう思った凛。彼女や母親への子の仕打ちを絶対に許すわけにはいかなかった。父親の足音で揺れる地面。彼女はもう自分が助からないとわかっていたが、そんなことは問題ではなかった。今世であろうと来世であろうと、彼女は必ず復讐を果たすことを心に決めた。結構悲惨な最後だよね。凛ちゃんの体にガラスが刺さっているのと、切られているのはこれが原因になっているんだよね。それでは、特殊能力を見ていこう。スピリットの基本能力は、移動速度は秒速 4.4 メートル、脅威範囲は24メートルデセ波平均、フェイスウォークの移動速度 7.04 メートルとなっている。では、特殊能力について、特殊能力は、山岡のたたり、で高速移動型の能力だ。その場から、殻を抜け出し流体離脱して移動する遠いもの、移動中はもちろん周りから見えないが、さあ、という音がする。また、フェイズウォーク中はサバイバーと結婚が見えない。ちなみにフェイズウォーク中は、出発点に殻が残るためここねはその殻に依存している。慣れないうちはサバイバーを追いかけるのが難しいが、パークと組み合わせることにより、移動時間を短縮できるため移動手段としては申し分ない性能となっている。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、汚れた上履き、カツモリのお守り、の3つ。簡単に言うと、汚れた上履き、は、速度アップに、カツモリのお守り、は、継続時間アップ。フェイズウォーク中に発動するものが多いため、フェイズウォークが長めに感じたり、移動が早く感じた場合は注意しよう。
固有パークについて解説していきます。怨霊の怒り、呪術、霊障の血、怨魂の3種類、一つずつ確かめてみよう。怨霊の怒り、は、板破壊パークです。条件としてパレットを破壊することが前提となりますが、条件を満たせば昼に時間を利用してパレットを壊すことが可能となります。スピリット波フェイズウォークをすることで、板周辺よりも前に追いかけ始めることが多いので、何かと板グルのチェイスが多くなります。そういった時に思い切って破壊に行けるのはありがたい部分ではありますね。ちなみに単体では弱めなので、不屈、ヒルビリーと組み合わせるとスタン時間を短くし、サバイバーとの距離を抑えながらチェイスすることも可能となります。呪術、霊障の血、は、トラップ型パークとなります。呪いのトーテム派、非常に強力なパークが多いことから、サバイバー派壊すことを優先することがあります。特に破滅とかですね。それに擬態させて壊したら全員ノーワン、無防備状態にして一撃で倒せるチャンスをゲットできるパークです。キラー側としては、トーテムが見えるのでわざと壊させるように促し、近くに寄って攻撃を仕掛けるのがいいです。ただ60秒なので見つけきれないこともしばしば、笑い、そういうこともあるので、カモフラージュ用として使うのもありです。破滅、むさぼられる希望といった強力なパークを温存するために、密生成するという能力を活用するのもありです。怨魂、は、探知&オブセッション特化型のパークです。簡単に言うと、発電機が治るたびに自分には全サバイバーが見えます。ですがリスクとして、オブセッションにはキラーが見えるようになるというパークです。基本的に発電機の修理完了に合わせて発動をするパークのため、勘がいいサバイバーの場合はバレます。ですがその他のサバイバーは気づかないことが多いので、オブセッションではなく他のサバイバー探知するために使うのもいいでしょう。正直なところ、高速移動が厄介すぎて、ここ根がなくとも油断しないことです。少しでも、さあ、と音がしたなら、走らずに周りに隠れたりしましょう。壁があれば壁を挟んで逃げるのもありです。特にこのキラーの場合、バベチリを積んでることが多いです。味方をフックに吊るして、サバイバーの位置を確認すれば高速移動で近づけますからね。また、トーテムも仮の興奮などの探知系は常に注意しておきましょう。また、逃げ方ですが、ある程度の距離を取ってから隠れるのが大事です。近場の場合だったりすると足音や草の音などちょっとした音で場所がバレてしまうことがあるからです。キラーハイアープレイが多いため特にスピリットとなると音に敏感な相手が多いです。隠れる際は細心の注意を払っていきましょう。ちなみにうめき声なども聞こえますので、鋼の石などがあるとかなり安心できますが、負傷をしないようにするのが大事になります。いかがでしたでしょうか？リンちゃん派人気キラーというだけあって強さも兼ね備えています。ただし、能力を扱いきれないと難しい部類なので、なるべく音に気をつけたいところですね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。